3社目に紹介するのがトライゴンです。皆さんご存知でしたか、トライゴン。今回紹介していただくのが、トライゴンのリンスさんです。お願いします。 My name is Vince. Hi, I'm Amber. Nice to meet you. Nice to meet you.で、今回紹介するのがトライゴンなんですけど、世界的にはかなり有名なカーボンのフレームメーカーさんです。私は初めて知ったんですけど、かなりそのカーボン素材を使っているフレームの中でもかなり高品質なカーボンの素材を使っているみたいで、今回紹介するバイク2台あるんですけど、まずこちら紹介するのが、名前は RC1。 RC1 の意味はロートレースクラシック、ロートクラシック、ロートロートそうだよ、ロードのクラシックだから RC です。はい、最初の一つはダウンチューブの形はこういうこと、形のデザインをかけてフレームの構成がすごく良くなります。だから、そうそうです、はい、そうです、合成上がります。はい、後ろのフォークに炎上してこういうデザインをかけて構成がをキープできるし、そして走るときに力がロスがしないんです。ミス、なんか力が逃げない。そうです。フレーム自体は硬いんですよ、しなりがあるんですよ。下の方は硬い、下の方が硬い、うん、遅くなるのなりましたの理由は、原因は乗りやすいですのためにこういうそのままデザインしました。カップテープも同じように、この前の部分はまだ倒れるさ、ほどいです。の構成が高い。ゆっくりゆっくり、なんかちょっとになってる、見えますね。そう。なんかちょっと柔らかくなって、乗るときに硬くならないように、ちょっと快適に走るためにデザインしました。実はフランクフォークも一緒。上の方がほどい。下の方が細い。エアロっぽいです。そうですね。だから前はエアロっぽいの感じにちょっとなんか空気の、そうです、取り入れて心地、の構成が良くなってもっとコントロールしやすいです。実はこのオレンジの色は特に日本のマーケット向けに作りました。元気になるの、そういう若々しい、若々しいのアクティブみたいな、そういう思いを込めてオレンジにした。そう、オレンジした。そのこの色はただ日本限定です。じゃあオレンジが日本限定ですか。そうです。はい、フランクフォークの黒いの部分はこういうなんかパターンが実はカーボンのオリジナルの色です。マット素材とマットともちょっと違う。マットとマットとはいいんですか。うん、カーボンをそのまま見せていくっていうね。で、見せられるだけの自信があるですよ、技術的に。技術的に。だからやっぱ綺麗じゃないところ、技術のないところは色塗ってごまかしちゃうんですよね。上から塗装して、うんうんうん、でも塗装しなくてもちゃんと見せられるだけの、なんつうんでしょう、美しさを持ってますよっていう。リーダーのステールとかシードポストとか、はい、このバイク自体は日本向けに作られたんですか。そうです。じゃあ日本人向けの何か取り入れられてるんですか。カーボンのデザインからカーボンの自転車の工芸の自信が持ってるのをメーカーさんに通して手にもう入るしやすいのためにいいコンポーネントを選択して、でも価格帯でもすごくみんな軽くて、だからみんな私たちではもうみんなちょっとそんなに高いのお金が払われなくても、でもすごく高級な車体を体験できます。高品質なカーボンフレームだけど値段とか日本人向けに抑えめにしたっていうモデルになる。そうです。RC1 シリーズってそのトライゴンが長年研究しているスタンダードマシンなんですよ。うん。だから彼らにとって RC1 っていうのはすごい思い入れのあるフレームなんですね。まあよくここからいろいろ発生していってるようなものなので。非常にこう、だから万人受けするレースバイクとして作られてる。継続は11速の、はい。あえて11速ですね。105です。はい。コンポーネントの価格がどんどん上がっている中で、新しくロードバイクを始めたいユーザー層がなかなかね、手が届きにくい価格帯に入り始めているので、そうじゃなくて、まあ今ある105の11速にすることで価格を抑えられているという。お値段は一体？あ、これの価格、お値段は税抜きで28万5000円かな、確か。一般停車で28万。税抜き、うん。
じゃ税込みで30万1000、まあ、500円ぐらい、まあ、30万ちょっと。女性サイズってあるサイズはどうですか？5つサイズがあります。46、49、52、55、58。一番低い適用身長。它的最低可以到几？最小的尺寸的那个可以是符合多少身高？最雅克过九过。啊，对吗？是。そう、一番小さい。あとチームに供給する予定とかの決まってるんですかね？そうです。そう、今年からあの今も間もなく。ヨーロッパでコンティネントチームをサポートすることを決めました。実際にこのチームの方がこのチーム、はい、これ使うんですよ。そうです、このモデルが使われます。コンチネンタルチームはまだ名前は決まってない。まだ決まってないですよね。3つチームが今相談中だがまだ分からないです。那时候我们选择了洲际车队的 team 在什么地方加油。この後あのプロチーム応援あのサポートした後また皆さん応援してください。はい、皆さん応援してください。はい、で次が後ろにあるのがまた別のモデルになります。色違いですね。色違い、うんうん、これあのカラーがすごい特徴的で、私最初あの遠くから見たらブラック黒色だと思ったんですけど、エメラルドグリーンよりのちょっと暗めのエメラルドグリーンみたいな感じで、光が当たる具合によって模様が少しだけ変わる面白いカラー。これね、下地のカーボンが、あ、これカーボンなんですか。カーボンの貼り合わせが見える。半透明の塗装にすることによってカーボンの下地が見える。他のメーカーさんでもいくつか同じような作りをしているところがあるので、デザインではなくてカーボンの、だからあの指紋みたいに一台一台が違うんですか。変わるんですよね。うん。逆にカーボンってこういうの貼られてるんですね。うん。ね、3台並べたら3台ともやっぱりこう見え方が変わる。違うんです。うん。だから自分1台の自転車になりますよっていう。カラーはこのカラーですか。スタートは2色で展開ですね。うん。であとは状況によってまあカラーが増えたりとか。この色実は。緑じゃなくて彼たち言う名前はエロブルー、エロダイナミックのエロブルーな感じです。こういう色は自社、今知っている自社この会社使っているしかないです。世界の中ではこのカラーのトライがオンリーです。もともと最高級のフレームセットだけで使いたかったの色だけど、でも先に日本のマーケットのお客様に早くみんなにこの色を見せるために最初 あのモデルで採用しました。本当にいいですか。はい、谢谢